アキ君、姉さんは今日大事な用事があって来たのです。は？これよりアキ君がどんな生活を送っているか調査し、まさか忘れてはいませんよね？忘れてるって言ったら怒る？いいえ、怒りませんよ。よかった。いやー、すっかり怒らない代わりに注意します。すっかり覚えてます。あらあら、惚れたぞ、クソダーリン、マイダーリン、知れ者、愛しのマイダーリン、クソダーリン、マイダーリン、ダーリンメガ、マイダーリンよ、マイダーリン。愛ゆえ、今日は本当に寒いですね。まるで氷の中にいるような。開けて、ここ開けてください。お母さん、カズマが窓を凍らせて。悪かったよ、何もしないってば。もう寒いしね。よひゃっほー。先ほどのいい雰囲気を返してほしいですよ。アッシュもシルビン、改めて君たちにもぜひ生徒会に入ってもらいたい。ちょっと、飼い犬の分際で人間のメスにデレデレするなんてどういうこと？会長、僕が入会した時にそんな景色が…フリーズ…うわー、また凍結魔法を使いましたか？おい、そんな急にくっつかれると。あれ、これって、めぐみもまんざらでもないのか？魔王軍襲来、魔王軍襲来、すでに里の内部に侵入した模様。しかもお嫁に行けなくなるほどすごい注意をします。実の弟に何をする気？安心してください、お嫁に行けなくなるのは姉さんなんです。アキ君、目を閉じて。一つ、ゲームは1日30分、二つ、不純異性交遊の禁止。残念です。突然ですが、あなたはキスをしないと死にます。俺の名前？そう、お察しの通り、このノートに名前を書かれた者が24時間以内にキスをしないと死にます。私が。そうか、やっぱり私が死にます。見捨てないでください。あらあら、まな板を用意します。あ、間違えちゃった、ごめんね。木下さんのお胸があんまりにもまな板に似てたから、先生間違えちゃったぞ。テヘペラリンゴちゃん。キャピキャピ。では説明しますとですね、あなたにキスをしてもらいたいのです。そのために私は来ました。こいつただの痴女じゃないか。ん？そこまで求められてるだなんて。さあ、よく見りゃ可愛いし。何か誤解されているようですが。え？まあとりあえずこのノートの能力を見せますね。じゃあ首相の名前を書きます。お隣には議長の名前を、間にかけるを書いて、テレビをつけます。ノートにカップリングをされた2人は24時間以内にキスをします。でもなんで男同士？私の趣味です。お前ひでえな。あ、さやさん。お、僕窓から離れてください。やです、僕はもう一生イレーナさんから離れません。ありがたいですが窓から離れてください。でもあの箱の中身は何だったんでしょうね。魔法というより呪いですね。純平、その女、こっちもやべえ。説明しろこの野郎。One eternity later。 これにて配達終了。ありがとう、おっと助かったわ。あら、ハグは嫌いだった。ハグじゃ。お？うん。
水これは、ごめんなさい。はい、すいません。突然ですが、皆さんにここで一つ重要なお知らせがあります。私、国白院セイラは、ここにいる天草奏さんのことが男性として大大大好きです。もしかして待っててくれたのか？え、違うよ。かけくんのことなんか全然待ってないよ。ありがとな、白崎。だから違うって。あれ、このクッキー何？それあのね、そのハートのやつをね、二人で同時に目を閉じながら食べると。おぉ、うまいなこれ。白崎、情報よ。何、どういう状況？それがなんとも。このお肉おいしいね。お気に召しまして、サバネ博士。そうだね、そこの睡眠薬入りのスープ以外はね。ではこれではどうですか？じいちゃんくらいなのさ、私に生身で挑めるのは。帰った？いつ？それより、先輩ってダイレンジさんの元彼だったりするんですか？あ、今ちょっと間があった。しかもあいつだって。なんだよ、お前まで。ですが、相手は年半も床の女子です。そんな風に軽々しく。誤解だ。あの女子に気などないぞ。そんな気はない。猫。なんだ。怖い。ヤスさん。なんで、なんで追ってくるんだ。なに。あれはただのクラスメートだから。違うから。